竜殺し？ああ、人に悪さをする悪い竜を悪竜って言ってな。うん。この冒険者はその首を切り落として退治した。鱗も爪も牙も骨もみんな良質な武具や薬の材料になって土地に富をもたらしたんだ。へえ。だから人はその冒険者を竜殺しの英雄と呼んだんだ。俺もなりたい竜殺しの英雄。簡単じゃないぞ。竜の中には数千年も生きてるようなものすごく強いのもいる。その身を動かせば大地が揺れ、尾を振れば山が崩れる。この大陸は昔竜が暴れて滅びかけたことだってあるんだ。お前なんかすぐ食べられちゃうぞ。なんだ、どうしたの。何かあるような気がするんだが。何も見えませんが。見えないか。あそこだ。あれは厄災の魔竜。深く息を吸って誓ってみた空は鮮やかに青く染まり花と遠ざわる。何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく。振り返らずにそれが戻れない使命でも起こる旋律に納得しない。表か裏か見極めてやろう。に気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するなり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を目指したら僕ならたたりつけるネタを どういうものか分かっているのか。記録によれば最後に眠りについてからまだ150年、今は休眠期のはずですが。バカな、目覚めさせたのか。あんなものをたかが人同士の争いに利用するなど。今すぐ避難地域に集めている人間をすべてボートの外に退避させろ。すべてだ。とどまろうとする者があっても連れ出せ。荷物にしがみつく者は引き剥がせ。一人もボートの中に残すな。各避難経路を阻むようにまた魔力反応。六星の合流は絶望的ね。邪魔者どもが。陛下、外に退避を。あんなのが来たらひとたまりもありません。お前たちは民を守れ、避難民を外に導くのがお前たちの仕事だ。俺には
俺の仕事が残っている。あの竜にかかれば周辺地域の壊滅は確定的です。今頃は避難が進んでいるはず。だとすれば父はきっと自ら盾になる道を選ぶでしょう。ですが、ええ、いくら父でもあんなものを相手にできるはずが。逃げてください、お父様。竜か、あんなに大きいのか。実物は初めて見たな。あ、初めて。国士竜も竜なんだけど。町にはリンのお兄さんもお父さんもまだいるんじゃないのか。ええ、確実に残っていると思います。でももう間に合わないでしょう。いや、なんとか間に合うんじゃないか。走れば。走る、この距離をですか。ああ、ゴブリン退治の時のあれをやればいけそうな気もしたんだが。ウィンドブラストのことですか。確かにやろうと思えばできますが、きっとかなりの衝撃が。この剣越しなら問題ない。あの町にもリーンのお父さんにも世話になっているし、少しは役に立ちたいんだ。連れて一緒に逃げるぐらいなら俺にもできるかもしれないからな。そうですね。間に合わないなんて何を言ってるんだ。先生が間に合うと言っている。ウィンドブラストは通常人に向かって放つものではないけれど、この人は私の狭い常識で測って良い人ではないんだ。躊躇はいらない、そういうことですね。え？貴様の小さな国など力でひねり潰すことはたやすい。何と言われようと帰らずの迷宮を渡すことはできんな。貴様らが無駄に腐らせているその力、我が公国の英知があればこの世を制するほどの武力となりうるというのだ。手に余る力はあえて使わないことも一つの道理のわきまえ方ではないのか。だから貴様はいつまでも小国の王にとどまっている。貴様は元来王の器にあらず。迷宮が手に入れば他はどうなってもよいか。侮っていた、ここまで強引に力に物を言わせようとはな。交渉を誤ったのは私の失策。時に一国の長が娘の心配か。呆れたものだ。王の器にあらずか。その通りだな。やはり俺はこちらの方が性に合っている。この愚かな王に従ってくれていた国民に本当に申し訳なく思う。罪滅ぼしとまではいかんが、せめてあれの片目ぐらいはいただいていこう。ディバインシールド。ノール殿はこの筒の先に立ってくれ。マジックバリア。リフレクト。マジックリフレクト。俺チャージ、バースト。前と違うような気が。これです。では行きます。
衝撃は以前とは比べ物になりませんが、ご容赦を。え、ちょ、ま、マルチキャスト、これが今の私の最大限、60エイト、ウインドブラスト。先生、ご武運を。陸を焼き尽くした魔竜のブレス。一矢報いることすら許されんか。だが最後ぐらい役目に忠実であらねばな。来い魔竜、人の意地を思い知らせてやる。爆災の負け、全ての魔力を込めて挑む覚悟の一撃。命を砕くか。なぜ我が身は土ぼこりにまみれている。これか、この小さき者が我が身の邪魔をしたのか。強き者が弱き者を支配し蹂躙する、それがこの世の絶対の断り。その断りに背くなど許されぬ。ハリかと思った。60エイト、ウインドブラスト。身体強化。危ないところだった。障壁、竜、さっきまであんなに遠くにいたのに。いや、このままじゃぶつかる。バリー、なんとか死なずに済んだ。リーンにはもう二度とやらないと言っておこう。しかし案外簡単に受け流せたな。竜のデカさには驚いたが、リーンの魔法の衝撃がすごすぎてそこまでの恐怖は感じない。今なら俺でも戦えるのかもしれないな。こんなに被害が。ええ、
私たちも王を連れて早く逃げましょう。ノール殿が魔竜と戦っているうちに。気をつけて。私から離れないでください。ゴブリンエンペラー、ノール先生と対峙した個体よりサイズは小さい。でもゴブリンエンペラーが規格外の怪物であることには変わりない。どう戦う？こんな時ノール先生なら。イネス、臆することはありません。相手はただのゴブリンです。確かにあれに比べればただのゴブリンですね。冷静に対処しましょう。アイスクルダンス。早い。動かないで。動きが止まった。呼吸だ。ディバインソード。と言われるだけでなく、真剣としての称号も与えられたイネス。それにロロ、あの巨体が命じられただけで動きを止めた。魔族が、この少年がこれほどの力を持っているなんて。でもこの子も勇気を振り絞ってる。急ぎましょう。 SNゲゼヌ、ゲゼヌ。ハリ、ハリ。決して傷つかぬはずの我が爪が、鱗が、なぜこんなにも傷ついている。いくら硬いものに当てても全く傷つかない。この剣は本当に何なんだろうな。でもこれがあれば。間違いだ。だがこれならばもう間違いようもない。高い魔物だ。厄災の魔竜ともならば己の強さを疑わないかず。だがこれではまるで。弱き者は、小さき者は自分ではないか。
みたいですが。あれ、多分服従の姿勢だと思う。何が起きてるんだ。お、これは鱗も爪も牙も骨もみんな良質な武具や薬の材料になって土地に富をもたらしたんだ。だから人はその冒険者を竜殺しの英雄と呼んだんだ。でも英雄にはなれそうにないな。もう戦う気はないみたい。ノール先生、先